どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望創造戦国立伝、さあシーズン9やっていきましょう。誰を主人公にするかはかねてよりね、まあコメントとかリクエスト、あとはツイッターの方でもまあプンプン匂わせていたんですけども、ついに織田信長でやっていこうと思います。まあ、ですがね、普通に信長さんをプレイしてもまあ面白みに欠けるというか、まあ多分イベント通りとか、まああとはまあちょっとまあ変わった風にプレイするしかできないんで、まあかねてよりね、リクエストのあった通り、今回は新潮放浪記として信長さん、ちょっとね、放浪して別の勢力から独立を狙って、で天下統一まで行こうと思います。まあ年代は1548年12月。ここからなら信長さんまだまだまあ家臣と言いますか、まあこの15歳かな、まあ元服したての頃なんですよね。能力高いな、統率99で政治100か、すごいな。まあでもこの信長さんでね、やっぱり一回はプレイしないといけないというわけで、織田信長、この辺はどうしようかな。勲功の、これは労力ね。勲功増加量はまあ多い方がいいとして、まあこの辺は超高専の最高。あと兵糧とかこの辺はまあいつもは兵糧は縛っているんですけれども、まあこの標準のままでいいかな。まあこの辺はありにしまして、領地リセットもなし。じゃないと、放浪することになるんで、その度に、領地が1からになってしまうんで、リセットはなし。よし、ならばこれでやっていきましょう。織田信長、まだまだ若い頃のグラフィック。多分ね、森近さんはない。あ、森近さん出ないと思う。まあ多分そこまではいかないかな。で早速ムービーですね。北に斉藤家、南に今川家という2つの敵に挟まれ苦境に立たされた織田信秀は、斉藤家との和睦を決断。斉藤道三の娘市長を信秀の嫡男信長に押し入れさせるという条件で、いやすまんね、その条件で、ね、多分破ることになるんだ。この縁組により織田は我らの盟友となる。その力が我らの助けとなればよいが、信長は大うつけとの噂じゃ。貴重よ、信長が誠のうつけで頼むに足らずば、この刀で刺すのだ。その折にはわしが兵を引き大割りに乗り込もうぞ。まあ、多分大うつけなことをすると思うので、多分ねそうなると思うな。この刀はお父上を指すものになるやもしれません。マムシは何と申しておった、美濃の姫よ。あなた様を支えよと。この信長を殺せとは申さなかったか。今殺さねば美濃はいずれこの信長のものとなる。おのよ、貴様はそれでよいのか。まあ、いずれといってもいつになるかは分かりませんが、私を刺すとすれば、身のすら取れぬうつけ殿だと悟った時にございます。多分ね、一月二月後ぐらいにはね、大うつけであることが分かると思うんで、多分すぐ刺されることになるような気もしますが、まあね、信秀様もあとは斎藤道三も知ってか知らずか。ご命令を。お、主命、お、寝室ですか、なるほど。まあ、ちなみに初っ端から謀反はできないので、まあ一月は様子見かな。お、父上どうした。ほう、たたらばを近くに立てる。こっちは太田さんか。後に新潮後期を書くことにはなるんですけれども、まあまあ今回は新潮放浪記ですからね。とりあえずは建設していこうか。一応勲功も、まあ勲功を取ったところで、まあ竹に移ってしまうと、まあ勲功は半分ぐらいになるのかな。とりあえずは、あ、名産かな、3箇所あるんだ。ここは製材所。お、こっちには温泉、素晴らしいね。
なかなか初期状態いいですよ。まあ、川には水田を作っていくとしたら、でこの辺は武家かな。あ、でも商人街も欲しいんですよね。ならばこっちにしようか。あとは製材所でもな。温泉街にしても木産と兵舎増加、まあ、まずは水田でも作っておこうか。水田はこの辺にしようかな。あと訪問とかもできるが、ちなみに武将織田家見ていきましょうか。信長強いね。三段打ちは周辺部隊の射撃攻撃力が上昇し、射撃中の敵部隊を混乱させることがある。まあ三本の矢の、まあ、上位互換という感じですよね。親父殿も強いな。あとはこういった面々がいますがまあすぐ離れることになりますからね。でもそうなったら家督誰が継ぐんだろう。やっぱり弟になるのかな。新朝後期は特に有名であるまあ綴れないことになるんですけどもね。まあ一旦目はこんなものか。お、坊主演舞場か。ご命令を。先月の収支です。まあ今織田家家臣団と友好を深めたところで、まああまり意味はないんですけどね。とりあえずは小坊主の言う通り演舞場を作ってあげようか。娯楽ですよね。ならばこっちにしようか。あとは温泉街、治水と往来ね。まあこんなものかな。いやでもね、謀反しないといけないからな。早々と向かわないといけないんですけれども、ちなみにね、どこに向かうかと言いますと北に向かうと思います。まあ前のシーズンでね九州やったんで、まあ今度は向かうならば北とすれば、まあ考えているのは南部家、こちらに行こうと思います。武家でいうと今のところは久野辺さんと石川さんで、最初は柿崎も考えたんですけども、今はこっち、この茂別館っていうのかな、茂別館、ここには武将が武家としているんで、まあここに行ったところですぐにねどこか領地を取らないと、城代には、まあ、もしくは城主にはなれないとなると陸奥福島になるんですけども、まあ、柿崎の軍事力で南部と争って、でこの城を取るのはまあ容易ではないので、まあ、その辺独立しやすいように、まあ、南部家に行こうと思います。まあ、となればね、春政さんがやっぱり、まあ、最初の壁になるんでしょうね。いやいつも申し訳ないね、あの戸沢編とか伊達編かな、まあ、あの辺で結構ね序盤の壁として立ちはだかってくれる南部春政。いや今回もお世話になりますよ。というわけで領地、いや父上、そして父さん、すまんな、謀反するで行く場所ですけれどもね、ここを間違えてしまうと実はね結構面倒なんですよね。最初ね、まあデモプレイで今川に行ってみたんですけれども、そこから動きができなくなったんで、まあ一旦斉藤家かな、うまくいけばいいが、はてさて織田家を見限り斉藤道三様に使いたいね、和睦の条件でお能さんをよこしてきたのに、その信長が織田家を裏切って斉藤につくと、まあ多分今作っているものもリセットされるとは思いますが、まあ、それでも織田家とは、あ、婚姻同盟になっているんだ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。お、清洲城攻略ですか。なるほど。まあこっちの織田家ですね。清洲織田家。さあ信長さん、どんどん北に向かいますよ。次は武田。さて
ちょっとね、あの姫武将モードをオンにするのを忘れていたんで、オンにして今やり直しているんですけども、じゃないと機長さんがねこうやって登場しないので、まあこういった形でやり直してはいるんですけども、ちゃんと織田家との婚姻同盟崩れていますね。いやー父上せいぜい私が帰ってくること頃まで、まあ生き延びているがいい。というわけで領地に戻りまして、で改めて武田に移りましょう。これで武田家に来ました。あの信長を慕って民も来てくれているんですけれども、領地がそのまんまの形っていうのもね、ちなみに見た目は変わってしまいまして、こうなりました。とりあえずはどんどん北に向かわないといけないんですけども、まあ、こうすることで武将乱で、まあ多分機長さんついてきてくれるはず。ご命令を。先月の終始です。八王子で北条を攻略しようとしていると。あ、いたいたちゃんとストーカーでついてきてくれている。下手打つと後ろから刺されるからな。とりあえずはどんどん謀反して、じゃあ次は北条に行きましょうもう一月ごとに点々としていますもんね。次は御馳峠。お、八王子ね。いや、春信がここを攻めようとしているんですよ。ご命令を。先月の終始です。お、こっちも武田を攻めようとしている。なるほどね。まあなかなか一悶着ありそうだが、私はどんどん離れていきますよ。次はどこに行こうかな。小川足利ぐらい行って北に行けるかな。まあ、ちょっとね順序は忘れてしまったんですけれどもね。次は古賀足利家。出陣するぞ。お、争いを開始したか。出陣するぞ。出陣します。いざ参ろう。お、古賀足利からも出陣か。信長さんまだまだ兵力そんなにねあの領地育っていないんですよね。出陣します。いやでも参加するんだ。お、東方は2000の手勢にて1000の敵。水谷さんが采配、相手は笠原。一応出てみようか200の兵で一体何ができるかは分からんが、さあ信長初陣である。敵部隊を発見すればいいんだ。でもね200だとね何もできないかもしれない。おお、こんな状況でも主命推し城攻略。そうか、一月経ってしまったんですね。まあこの失敗はしょうがないとして、200の兵で何ができる。そうだ、手出しは無用だ。そろそろ行ってみるか。皆の者、続け。こんな引き際のようだ。ちょっとは援護はできたかな。お、勲功72。ま、それもすぐに失うことになるが。お、今度はこっちか。忙しいな足利さん。お、言う相手は綱重か。結城さん対綱重。でも100人ですよ。一体100人で何ができるんですか。行くぞ。相手1800もいるじゃないですか。俺がやろう。いや、さっき1000対1000っていう情報だったんですが、巨砲だったか。手出しは無用だ。我に続け。おっと、こっちに来ている。手出しは無用だ。引くぞ。おっと、敗走か。まあ、ほんのちょっとは削れたかな。でもまあこの兵力差では結城さんはかなうまい。あ、さっきよりも勲功多いな。一体どういうことだ。
お、北条さん攻めてきているではないですか。綱重と宇治安か。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ふむ、であるか。さっさとトンズラーとこきますよ。次はね、北に向かいたいから那須家あたりかな。目にもの見せてくれん。せいぜい北条から耐えられるぐらいの力をつけてから言うんだな。お、早々に小笠原が滅ぶ。鈴木、こっちは白樺、あとは佐竹。お、南部さん波岡を倒した。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。次はどこに移れるかな。伊達家ぐらい行きたいな。伊達家までは行ける様子。お、春宗久しいな。伊達編ではお世話になったが、次は米沢に来た。戦の音楽が出ているが、別にどことも戦っているわけではないですよね。あ、ここ左月祭が戦っているんだ。お、ザビエルさんどうした。すごい日本語うまいね。宣教師フランシスコ・ザビエル。高久、前シーズンに引き続き登場ですけれども、信長があの九州に来るまでには、あ、まあ多分死ぬかな。いやでも70年ぐらいなら大丈夫そうですよね。まああとはそこに行くまでに信長の野望の新作の大使が出なければいいんですけれどもね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。稲は城攻略。さて次はどこに迎えるかな。もう南部まで飛べればいいんですけどもね。ふむ、飛べないか。次は最上になるんですね。小野寺大宝寺、近いところで言うとまあ最上かな。さあ信長、どんどん北へ向かっていきますよ。ここならそろそろ南部に行けそうな気はするんですけどもね。いや、小野寺の方が良かったな。おやおや、肝付き、もう倒されたか。ご命令を。先月の収支です。で、ここからどこに飛べるかな。次は安藤か。デモプレイしたときはもうちょっとね、短い距離で南部まで行けたんですけどもね。まあ、とりあえずは檜山城まで来ました。あさり家が向こうに見えるが、南部さんはまだまだ進軍はしていないか。表情を始めます。先月の収支です。特攻城攻略。檜山城ずいぶん断崖絶壁にありますよね。あ、一応ここからは登れるみたいですね。さてじゃあ南部家に行けるかな。お、行けるな。春政世話になるぞ。大釈迦っていうの、すごいところに来ましたね。で、イベントですね。織田信長である。
であるか。南部家の意向、三日月が三日月のまままで南部領と歌われるであろうぞ。この信長、南部家から派を唱え、独立の後、南部家は滅せよ。南部家たやすいぞ。はい、というわけでイベントを編集しまして、まあ、こうやって南部家の面々との顔合わせで、あとは勲功増加、ま、のイベントをね、まあ、作りまして、こうやって、勲功、まあ、今は大官ですけれども、まあ、勲功を得たので、これで出世して、まあ、城持ちにはなれるかな。あとは滅ぼした波岡さんたちもいる様子。まあ、南部春政なかなか強いね。今33歳、信長はまだ16歳、倍以上の年齢か。まあ生まれた時は違うんですけどもね、あの死ぬ年は一緒のような気はしますね。で、先ほどイベントに登場しました面々、まあ、石亀さん、まあ、彼は南部の一門ですね。とか北信親、石川隆信、あとは大浦家の面々、そして久野兵で、大浦の家臣の小笠原信清さん、清清さんじゃないですよ。まあ後に津軽為信の、この大浦三郎の一人になる人ですね。多分一月すれば機長さんやってくるとは思うんですけどもね。これでどこかの城がもらえるとは思います。お、中楼ね。ならば地業を受け取り城主になりましょう。野平寺城、なかなかいい場所だ。は、一生懸命に務めます。今度は七戸に領地が移りました。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。機長さん来てくれるかな。今のところはいないようだが、まあ、一旦は任務。あとは家臣提案、人材取り込めるかな。お、結構いるね。森信と、あとは波岡の家臣たち。じゃあグルメな森信かな。でももう71歳か、結構なお年だ。ならばスキルを持っている人はいない。で、能力的に使うならば川原さん、あとは波岡さんのこのこっちかな。あ、でも長大なんだ。川原さんもらえるかな。あと特にできることはない。で、領地の方は、お、建設はできますね。ならば、私のね、この野辺寺城自体は強化はできないので、一旦この辺を回収しておこう。建設しておこうかな。水田はこっちに作れる。あとは商人街でも作っておこう。まだまだ労力は余っている。内政が100あれば、まあ、20日でできるんだ。
表情を始めます。先月の収支です。あれ、機長さんもしかしてついてこれなかったかな。おやおや、どうやらついてこれなかった様子。ちょっと前までねいたはずなんですけども、おかしいな。まあいいや、とりあえずはもうこのままやってはいきますが、家臣団、川原さん忠誠低いんだ。